もし指導者の方とかがいて、子供たちが自分たちが下手であることによって萎縮してるチームがあるんだとしたら、ぜひこの話をしてあげてほしい。サッカーって攻撃と守備じゃなくて、実は攻撃しかなくねっていう。まあそうなんですよ。はい、結局はサッカーってゴ,ゴールを奪い合うスポーツなんで、はい、ゴールを目指すっていう1点に限るわけですね。その場合は、だから攻撃オンリーなわけですね。はい、オンリー。このメンバーシップに入ってる方だけは、非常に今は得な話を。<laughs> <laughs> 来たはずなんで、<laughs> ああぜひそういう見方をしていただきたいなっていう。